日本各地の食材の魅力を広く PR しようという農林水産省の取り組みが始まることになり、イメージキャラクターを務める女優の木村佳乃さんが27日、林芳正大臣を表敬訪問しました。日本の食でおもてなし事業と名付けられたこの取り組みは、和食に対する国内外の関心が高まっていることを受け、行政と食品団体、観光業界などが連携して食材の消費拡大に取り組もうというものです。農林水産省を訪れた木村さんは、日本には素晴らしい郷土料理や多くの旬の食材があるので、しっかり PR していきたいですと、イメージキャラクターとしての意気込みを語りました。これに対し林大臣は、和食がユネスコの無形文化遺産になったことについて、季節の野菜を生かしたり、家族で食卓を囲んだりする食文化が決め手になりましたと説明した上で、全国をめぐって情報を発信してくださいと答えていました。大好きな和食を皆様に PR できるという大役、本当に感謝しております。しっかり和食の魅力を伝えていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。